手です。体道場ラフ整骨院教師団の代表をやってます。治療家として整骨院しながらもスポーツトレーナーとしてスポーツの現場で運動指導などさせてもらってます。今日はですね、この間ナポリで少しやった3年生なんですけども、やったトレーニングの、ちょっとしたご紹介をしたいと思います。こんな棒を使ったんですよ。この間準備した動画を上げましたけれども、ちょっとこうやって面取りして、怪我がないように、本当簡単にホームセンターで買ってきた棒なんですけれども、これをですね、手の上に乗っけてバランスを取ります。たったこれだけのこと。で、たまに指でやってみたりとか、指を変えてみたりとか、手を変えてみたりとかっていうのをやってみました。まずは重心がどこに乗っかっているのか、こうやってまっすぐポンと置いたときに、この棒は筋力はないけど支えてるわけですよね。これがまっすぐ立つということだ。で、これを立てたときにコントロールできるかどうか、ここで感じれるかどうか見ながら、感じながら、できるだけ微調整でできるかどうかをやってみました。なかなかできないですね。これね、ほうきでやったことあるって言ってたんですけど、意外とできないんですよね。ちょっとほうきよりも、重さ的に軽いのもあってコントロールしづらいですけど、でも感じさえすればできるという感じです。こんなのをやりました。はい。でですね、あとはですね、これをですね、手首使って回してキャッチ、回してキャッチ。これちょっとある程度重さがないとダメなんですけど、重さがあるやつをどういう風に回すか、この離すタイミングだとか意外とできないんで、こうやって、半回転ですね。半回転やったら1回転、このバランス、この振り子のタイミングとかそういうのをやってあげると意外とできないんで、本当気をつけてほしいのは、自分の上に上げてきてうわーって取れないとかっていう風な、ぶつかると危ないので、それは気をつけろって最近に言っといて、でこう半回転、1回転、もうこんな感じ、半回転、1回転、ちゃんと見てね、棒見てねっつって、でどういう風にやったら楽にできる、コーチのよく見てって言って、こんな感じ、右手ができたら左手巻いてみよう、危ない、左手下手そう、はい、こんな感じでやってみました。そうするとですね、空間の認識だとか、重さのかかってくる感覚だとか、そういうのを養えるんですね。これそんなことを難しいこと言っても難しいのであれなんですけど、とりあえずやってみよう、やってみて、できればすごい広いとこがあればこうやって思いっきり振り回してごらんとかやりたいとこなんですけど、だからもう3年生危ないので、周りの人をぶったたきそうなので、そこまでしないですけど、本来ならばこっちから向こうに投げるよとか、バーって投げてあげるといいのかなとか、重さの感じてもらえたらいいのかなって、意外とこんなの振ったことないと思うんです。なので重さの感覚、かかってくる感覚、こう振り子のエネルギーがこうブーンって上がってくる感覚を使って、こうキャッチ、コントロールする、それを手首だとかそういうもので細かくコントロールするっていうような練習をちょっとやってみました。はい。そんなんやっていくと自分の感覚が出てくると、重心の感覚が出てくるという感じですね。で、重心の位置をどこに捉えていくのか、こうやってトン真ん中っていうところが、まっすぐ叩けばまっすぐ跳ね返ってくるっていうのをイメージして、自分の足もこうポーンみたいなのまでちょっとつなげていったんですけど、それは、ナポリでやってるだけなんで、はい、イメージを作っていただけたらいいかなというふうに考えてやってました。重心とかって意外と説明しづらいんですよね。で、理解しづらいと思うので、これがしっかりと支えてる場所、こういうとこが重心だよねとかっていうのはやったりするんですけど、そういうのを意識してやるだけでもやりやすくなるのかなと、体の意識が変わるのかなっていうふうにちょっといろいろやってみたという感じですね。はい、とい
というわけで以上でした、はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは、もしよければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。